ヤーロー M 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。M 級駆逐艦のうちヤーロー社の設計を採用したサブクラスである。1913から4年度計画ではウィンストン・チャーチル海軍大臣の意見により大幅な速力向上を図った M 級駆逐艦の建造が開始された。同年度計画では海軍本部の設計による基本型6隻のほか。 さらなる速力の増大を図って民間造船所の自由裁量に任せた設計による特型7隻が盛り込まれていた。このうち、ヤワロー社の設計を採用したのが本級である。また、第一次世界大戦の勃発に伴う戦時緊急計画に基づき、1914から5年度で5隻、1915から6年度で2隻が追加建造された。基本設計は、 アドミラルティ型と同様 L 級の紹介性型とされており、船形も同じ船首楼型であるが、本級では L、B 比10.5の長く軽量の船体を採用した。手記は直結タービンに軸推進であり、機関出力は2万3000馬力と M 級の中で最低だが優れた船体設計により、例えばマイノスは海上港試みで3 6 0 9ノットを マークした。そして、戦時緊急計画に基づく後期型では、完備を0.6メートル延長して、増波抵抗の低減を図り、マウン製では39.01ノットを記録したが、これは M 級の中で最高速であった。並走はアドミラルティ型と同構成である。艦砲は L 級の装備を踏襲し、40口径10.2センチメートル砲を3本搭載した。 対空兵器としては29口径 37mm 機銃が搭載され、39口径 40mm 機銃に後日換装された。戦時緊急計画に基づく後期型では当初からこの装備となっている。水雷兵装も L 級の装備を踏襲しており、53.3cm 連装魚雷発射管2機を搭載した。ありがとうございます。